アモナ。アモナ。あと少し。あと少しで完成だ。そうすればもっとお前といてやれる。もっと青くだ。反魂の魔法に必要なのは、もっと鮮やかな青だ。反魂の魔法だと？ロディ、お前、まさか。そうだとも。青く、もっと青く生成すれば、私の娘は、アモナは蘇る。そうじゃ、難しいよ、お父さん。今の声は？もっと綺麗な、お空のような青色ができたら、また一緒にいられるのよ。おお、アモナ、アモナ、あの絵からだ。お父さん、私、お父さんと会いたい。ああ、わかったよ。こいつらを倒したら、すぐに研究に戻ろう。なぜ邪魔をする？私はアモナを蘇らせたいだけなのだ。アモナ、アモナ、アモナ、待っていておくれ。すぐにこいつらを片付けるからね。
さあ回復しよう。癒したまえ、大いなる癒しの力よ。ありがとう。あ、頭だ。この程度回復する。私の番ね。助かった。
まだまだ声優つもり歌います。声優つもり聞いてくれ、ロディさん。やったな。私は一体エルビス。どうしてお前がここに。ようやく正気に戻ってくれたか。すまん、かなり迷惑をかけたようだな。気にするな気にするな。それよりもロディ、一体何があったのだ。それが私にもよくわからんのだ。自分が何をしたのかはかすかに覚えている。だがなぜそのようなことをしたのかは全くわからん。町が樹木に覆われたこともわかっている。そして娘を蘇らせるためと信じ込み、この青い絵の具を作っていたことも。だが今の今までそれをおかしいとすら思っていなかったのだよ。いつからそうなったのか覚えてないのか。何かきっかけくらいはあるだろう。はあ、あの絵か。え？さっきのあの絵か。ああ、アモナが亡くなった後アスタリスクと共にもらったものだ。だが誰からもらったのだ。ああダメだ、思い出せない。無理するなロディ、絵のことが分かっただけでも十分だ。でもこれで手がかりが一つつかめたわね。ではリリーさんも娘さんが生きていると思い込まされていて。それはどういうことだ。森で娘と暮らしている。そんなバカな。アモナは亡くなったんだぞ。やはり確かめる必要がありそうだな。じゃあ次は森へ行くということでいいのかしら。ならば私も行こう。リリーも操られているならば一刻も早く救いたい。おう、それは心強い。研究所のアクタレコンビの再結成だ。ああ、頼りにしてくれ。